はい、こんにちは。今回はサンゴの硬骨ですね。こちらの方の、簡単な入手方法の方をご紹介します。まずスキルの方ですけども、地質学ですね。こちらの方は、つけていただきたいです。で、採集の達人の方も、こちらの、生産からつける、チェーンヘッドですね。こちらの方でつけられますので、ぜひつけてください。地質学の方は、こちらのブリケードコイルとブーツでつけてますけども、5石の方でも構いません。こちらの方は闘技場で、簡単に入手可能になりますので、こちらの方がおすすめです。闘技場に関しては、簡単に S 取る方法も全て動画を上げてますので、こちらの方も、参考にしてみてください。武器の方は何でもいいです。隠れ蓑の装備も、まあ、必要といえば必要なんですけども、なくても問題ありません。次に、硬骨の場所ですけども、下位でも上位でも同じ場所で発生します。探検隊の方ですと、探索隊ですね。お友達探索隊の方の下位と上位、岡三号の大地、両方とも発生します。おすすめの方法ですけども、調査クエストになります。まず調査クエストで、岡三号の大地のクエストを全て用意します。こちら今、右上見てもらうと分かりますけども、全て岡三号です。こちらの中で、画面の右真ん中ぐらいですね、今消費アイテム増殖中というふうにありますけども、こちらの中で、こちらですね、骨塚増殖中というのを探してください。まあ、今いくつかありましたけども、ここに出ているものというのは、このクエストと全て、同じになります。例えばこの筒ヤックなどの資料何もないですけど、これクリアしても何もないです。こちらの消費アイテム増殖中というのは、こちらのクエストクリアしてもまた同じように、この消費アイテム増殖中が発生します。なので、ここで骨塚増殖中というのを発見できれば、もうそのままそのクエストを回してもらえれば大丈夫です。あとはモンスターが、特にバゼルギウスですね、は邪魔なので、できれば発生しないクエストの方がいいです。今回では筒ヤックの方で、いきます。初期キャンプの方からスタートしてください。もちろん探索の方でやってもらっても大丈夫です。ただその場合は骨塚の増殖中というのが出ていないと、通常よりも回収できる可能性が少なくなりますので、できる限り増殖中のあるクエストの方を選んでください。あと、イニシエの竜骨ですね。こちらの方もまあ、かなり低確率で発生しますけども、まあ、イニシエの竜骨はおまけ程度だと思ってください。イニシエの竜骨に関しては別の動画の方を作ってありますので、そちらの方を参考にしてみてください。まず始まりましたら、食事の方で猫の収穫祭ですね。こちらの方を発動させます。発動させなくても、まあ、必要な個数によってはいりませんので、一応参考までに見てください。こちら今、右下ですね、真ん中の下ですね、猫の収穫祭っていうのが出てますけども、黄色のアイコン2つで発動します。この定食一覧の一番最後ですね、4分の4っていうのはカスタムできますので、こちらの方で三角ボタンを押していただいて、自分で組み合わせます。この黄色いアイコンであればどれでもいいです。これを2個組み合わせて発動します。ただこのままですと、スキル発動率、今右下にありますけど、星が0です。これだと発動しないです。ですので、こちらのお食事券を使ってもらえれば100%で発動するようになります。今スキル発動率が3ってなってますけど、こちらの方で100%発動します。この収穫祭が何かというと、まあ、通常で言えば収穫じゃないですね、採取ですね、した場所が10分で、採取可能になるんですけども、その4分に短縮されます。なので、1回で例えば20個とか30個集めたい場合には、このスキルを発動させた方がいいです。次に採取場所ですけども、こちらの2番、隣の7番、で4番と、3番ですね、になります。このハテナマーク、これハテナマークは鉱石と骨塚であるんですけども、こちらの骨塚の方に行きます。
もし分かりにくい方は、マップの方を開いていただいて、R3、これでピンが指しますので、ガイドしてくれます。1回につき大体10個ぐらいですかね、入手可能です。一応、隠れ蓑の装備、着用の準備していただきます。ただ、丘サンゴの大地自体は隠れる場所結構多いので、まあ、いらないといえばいらないですね。まず1個目が、この貝の中ですね。貝なんですかね。で、次に行くのが、この右側ですね。こちらです。これ今ちょっとルート遠いんですけども、これなしで行ってしまうと、先ほどの猫の収穫祭、効果がなくなってしまうので、できればこっちも取った方がいいです。この一番奥ですね。で、次に向かうのが、降りていただいて、ここですね。なんで、採取の殺人もなくても別に大丈夫です。その4分間の関係があるので、まあ、いらないといえばいらないです。で、次にこの坂道の途中にあるところです。ここですね。今、イニシエン流骨出ましたけど、かなり低確率ですので、流骨求めだとちょっとお勧めしないです。で、次にここのスタミナライチュウの横にあるんですけど、まあ、アイコン持ってきないづらいので、ライチュウの方で選択していきます。この曲がったところですね。ここにあります。で、残り1箇所なんですけども、ここです。3番の右上になります。このルートで採取してもらえれば、まあ、一番効率がいいです。時間の方が、まあ、大体5分ぐらいですかね。なんでこのままファストトラベルで1番に戻っていただいて、同じルートを採取してもらえれば簡単に集まります。あとはクエストから帰還ですね。リセットではなく帰還の方です。こちらではなくてこちらですね。こちらの方を選んでいただければ、今入手したアイテムは消えずに、そのまま終了になります。はい、以上になります。ご視聴ありがとうございました。もし参考になったら、いいねの方とチャンネル登録の方お願いします。